こんにちは、粟田洋介です。今日は芸術とは何かというお話と、あとこのキャンバスに絵を描いていこうと思います。あらかじめ言っておきますが、これは誰かとか何かを否定とか批判する動画ではありません。まあかなり昔の話なんですけど、出来上がった自分の作品を見て、こんなんでいいのかな、こんなの芸術じゃないのかなとかって考えて、なんか自信がなくなっちゃったりして、なんか今思うとすごいバカみたいなんですけど、いろんな人が言った芸術とは何かって言葉、そういうのを考えて、例えばある人の言葉で、芸術とは自分のアイデンティティを表現することだ、そういうのがあって、で自分のアイデンティティってなんだろう、でアイデンティティっていうのをパスポートとか戸籍とか履歴書に書くようなこと、そういうことを考えて、うん、自分は日本人だ、だから日本的なテイストを表現しようと思って、江戸時代のデザインとか調べたりとか、そういう感じで作品作ってたんですけど、考えてみたら私は江戸時代に生きてないし、それ自体が自分のアイデンティティじゃないんですよね。今だから思うんですけど、自分のアイデンティティなんて他を調べてなんか出てくるもんじゃなくて、自分の中にすでにあるものなので、難しく考える必要もないし、言葉にしてアイデンティティとか言ってなんかしようとしたことが失敗のもとだったんじゃないかと思います。もちろん言葉で考えるからこそうまくいく人もいるかもしれないんですけど、そういうのは人によって違うと思います。たくさんの人が芸術とは何かっていうことを言ってると思うんですけど、私はそれって単なるその人たちの哲学に過ぎなくて、人によって答えが違くていいと思うんですね。しかも同じ人が時によって違うことを言う場合もあります。まあ話がコロコロ変わるっていう意味じゃなくて、例えば私もよくあるんですけど、10年前はこう思ってたんだけど今はこう思うとかね。だから誰かが芸術とは何とかだって言ったところで、それと違うから芸術じゃないとは限らないし、決まった答えはないんだと思います。でも困ったことに、芸術とは何かだけじゃなくて、何々とは何だとか、これはこうだとかっていう人って断定的に言うんですよね。だからそれが答えだと思っちゃったりするんですよ。芸術とは何かっていうことがなくたっていいと思うんですね。まあ芸術とは何かって言葉で言えたら楽しいかなっていうぐらいで考えてもいいし、真剣に受け止めてもいいし、何だっていいと思います。そんで一つの作品を見て、ある人はこれは芸術だっていう人もいれば、こんなの芸術じゃないっていう人もいると思います。だから実際のところ、自分で芸術だと思うことによって、それは自分にとって芸術になるし、芸術じゃないと思う人にとっては芸術じゃないんじゃないかと思います。例えそれが偉大な芸術家であっても、偉大な評論家であっても、偉大な先生であっても、芸術とかに無頓着な人だったとしても、そういうのは関係ないと思うんですね。よくなんかニュースとかで、これぞ芸術みたいな、なんか見た時に、私はなんでこれが芸術なんだって思う時もあります。でもそれは私の考えで、そうやって芸術だってみんな楽しんで見てるんだから、その人たちにとって芸術なんですよね。それでいいと私は思います。なんか私はまた猫の絵を描き始めています。で芸術の話の続きなんですけど、ちょっと私の古い本でピカソの本なんですけど、ピカソの言葉がいっぱい書いてあります。一つ私の好きな言葉があって、多分これ会話の一部じゃないかと思うんですけど、君は私に何が芸術であるかを言わそうとしている、もし私が知っていれば自分だけの秘密にしておくよとピカソが言ったみたいなんですけど、実はピカソも知らないんじゃないかなって解釈もできるし、言いたくなかったのかもしれないし、ちょっとわかんないですけど、もう一つちょっと気になったのが、誰もが芸術を理解したいと思っている、なぜ鳥の歌声を理解しようとしないのだろう、夜や花など我々の周りの全てを理解しようとせずに愛することができるのはなぜだろう、絵画の場合には理解しなければならないと考えてしまう。芸術家が必要性のあるもの、制作する以上のものを制作していると気づきさえすれば、自分が世界中に無意味な存在であると気づきさえすれば、
世界中に喜びを与えてくれる、その他多くのものよりも自分を引きつける重要なものは何もないのだと。でもそれでそういったことを説明することができないと気づきさえすればよいのだ。絵画を説明しようとするものは大きな間違いをするものだ。とピカソが言ったそうです。なんかピカソがどう思って言ったのかはちょっと本当のことはわかんないんですけど、私は周りの綺麗なものは理屈抜きで愛せるのに、なんで絵画だけ難しく考えようとするんだろうってね、そういうことじゃないかと私は思うんですけど、皆さんどう思いますか？こんな感じで完成しました。また猫の絵を描いてしまいましたが、これは山の上の猫というタイトルです。それで私にとって芸術とは何かというと、まあ猫の絵ばっかり描かないっていうことですかね。何それって思うかもしれないんですけど、私にとって多少意味があるかもしれないし、またナンセンスなことを言って自分で楽しんでるだけかもしれないし、まあ大真面目で何か言ってる人も、ふざけて何か言ってる人も、言葉を毒にするのも薬にするのも自分次第だと私は思っています。ということで今回の動画は以上です。この動画が少しでも良かったと思った方はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。またチャンネル登録などいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。